男性がアラフォー世代以上の女性を好きになるのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健司です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。アラフォー世代以上の女性だから男性が好きになる。アラフォー世代以上の女性はねモテるんです。アラフォー世代以上というと35以上40、50、60、70、80、90、100、120ぐらいまでね、まだまだ全然モテる。なぜなのか、今日はそんなお話をご紹介していこうと思います。あなたがねお相手に自分の思いや考えをどうすればうまく伝えられるのかという、まあ、いわゆる伝え方とか話し方の話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介をさせていただいています。こちらに画像出ていますが日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますのでこちらから日程場所をご確認いただいてご都合よければね、まあ、こちらにお越しいただくと僕が喋ってますから僕にいろいろ聞いていただくことができるんですけど、まあ、今日は男性側の視点ということでねアラフォー世代以上の女性ってねやっぱりいいよねこういうところが好きだよねじゃあどういうところなんだというお話ご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介させていただいた話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくとあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ていますのでこちらからホームページに飛んでいただくかこちらにも同様のリンク出ています。こちらからね、ホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいて申し込んでください。ということで今日はアラフォー世代以上の女性に惚れる男その理由についてということで、7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、落ち着いた対話ができるということですよね。まあ、もちろんこれも個人差ある話ではあるし、まあ、お相手にもね、よる問題ではあるんだが、まあ、ある程度ね年のいった者同士の会話であるならば割とね落ち着いた対話ができる、そして男性の場合はね、割とこう若い男性でも、まあ落ち着いた対話をしたい男性ってね、多かったりもするんでね、まあキャピキャピしたさ、まあ本当にこうイケイケどんどんみたいな、まあノリと勢いだけで話をするような話っていうのも、まあそれはそれでありなんでしょうけど、まあもうちょっとさ、日常の話とか、まあもうちょっと二人のことであるとか、まあもう、まあどうなんでしょうね、こう世の中の、まあ、時事ニュース、話題、そういったことも含めて、まあなんか普通にね、こう会話ができるお相手ってなってくると、まあ多少はね、やっぱり年を重ねた人である方がいいよねと。まあもちろんね、全然若い子でもそういう会話ができる方っているんだけど、でもある程度ね、こう人生経験に基づいた、その自分の経験に裏打ちされた対話や、その対話の元となる考え方、こういうことを持っている人っていうのはやっぱりアラフォー世代以上というか、まあ、多少ね年を重ねて、まあ、30半ばも過ぎてぐらいの人だったりもすることが多かったりするんでね、まあ、もちろんそれは男性もそうなんですが、男性はね割とそういうことを求める人は若い人でも多かったりもするので、アラフォー世代以上の女性はねだからモテる愛されるだから私ねキャピキャピしてないから無理かもしれないみたいなねともし言われる方がいるとするならばそれはね全然関係ないからねむしろ落ち着いてるあなたが好き、みんなそう思う俺もそう思うというふうに、まあ、思っていただいていいんじゃないでしょうか。さあそして2番目はこちらです。はい、お互いね背負うものがあるじゃないですか。まあこれはお相手の年齢、まあ、女性がねアラフォー世代以上で、まあ、男性もアラフォー世代以上だという前提にはなるんだが、まあそこそこ生きてりゃさみんないろいろ背中に負うものがあるわけですよね。それは実家の問題であるとかね仕事の問題であるとか、まあ自分のこれまでの経験の中で、ね、何かしら抱えてるものっていうのはみんなある。自分だけがねそれを抱えてると思うとそれはやっぱりお相手に対して負担なんじゃないかなというふうに思うこともあるし自分自身の中でコンプレックスになってしまうこともある。でも相手も何か抱えてるよね、あ俺も抱えてるし君も抱えてるよね、まあだったらそれを2人で一緒にね解決していこうよとか、だったらねそこの問題について悩みをお互い打ち明け合おうよということで、まあ1番目の話じゃないけどさ落ち着いた対話ができるようになっていくわけですよね。あんまりこうね、まあ、多少5年でいった男性があんまりお若い女性とお付き合いをしようと思うとどちらかというとね、その背負うものっていうのは相手に対しての負担になるんじゃないかという罪悪感にしかならない場合がある。でも、
同世代だったりしてね、お相手にも何か抱えてる問題があるんであれば、あ、それはね俺も一緒に背負うことできるよ、でも俺が背負ってるものも何だったらね力を貸してもらえないかっていうようなやり取りができたりするから、まあ、お互い公平なねお付き合いをしていくことができる。だから、まあ、そういう意味でね、まあ、お互いのことを理解し合いやすいという意味で、まあ、1番目の話と同じように、まあ、コミュニケーションが取りやすいお相手としてね、アラフォー世代以上っていいよねって話は、こういう動画の中でもねご紹介させてあげています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てますし、まあ、関連する動画はねこのチャンネルの中でいくつかご紹介させてあげてるんで、チャンネルご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、あなたがね何か抱えてるからそれがねコンプレックスになって、自分を愛されないんじゃないかなんていうことを思う必要ないし、むしろね何か抱えている、何かを背負っているあなたがみんな好きなんです、俺も好きだから安心してっていう、そういう話です。さあそして3番目はこちらです。はい、手順がねショートカットできるっていう、まあこれはいいか悪いかっていう問題はあるんですけど、まあある程度ねこうお互い経験をしている関係だからこそ、まあなんかいろいろまどろっこしいことをさしなくてもよかったりするよねっていうことってありますよね。例えばまあね、お互いバツイチ同士であればさ、まあいちいちこういろんなことに気を使ってね、両家の挨拶をしたりとか結納をやったりとかさ、もう結婚式披露宴みたいなことをやんなくてもいいよねっていうこともあったりもするかもしれないし、まあすでにお子さんいらっしゃるようなね、まあ人同士でねお互いバツイチで子連れ同士だったりすれば、まあ改めてね子供のこととかもそんなに考えなくてもいいよねっていうことがあるかもしれない。まあそれこそお互いね、結婚歴がなかったとしてもそこそこ恋愛もしてきてるでしょうから、あんまりこうまどろっこしいやり取りというか駆け引きめいたことっていうのもなしで、まあ、お互い条件面だけで話一致できて、まあ、だったらもう次はねこういうふうに考えていこうよっていう話ができたりもするから、まあそういう意味でねこう若い子にありがちなこう好きになっていくプロセスとか、お互いの関係を深めていくようなこのコミュニケーションみたいなのは、まあいろいろしなくていいんじゃないっていう、まあ条件面で一致すればそこから先あと早し早いよねっていうことは、まあお互いにね、考えられたりすることがあったりするんで、まあだからこそね、まあアラフォー世代以上の女性ってね、まあ男性からしてみてもすごく魅力的に見えるよねっていうお話でした。さあそして4番目はこちらです。はい、自分の世界がね、終わりだからこそ、まあ、男性はねお付き合いしやすいんです。まあ、自分の世界っていうのは、まあ、自分の生活、日常の生活とかね、まあ、仕事であるとかね、まあ、趣味であるとか、まあ、そこそこやっぱり人生経験積まれてるから、まあ、自分なりのルーティーンっていうのはそれは女性にもあったりするわけじゃないですか。男性にもね自分なりのルーティーンっていうのがある。そして、まあ、男の人は女の人以上にねその自分の世界を大事にしたがりで、そこを壊したくないんですよね。あまりにも自分の世界がなさすぎる女性、まあ、あまりにも若くてねこれから自分の世界を作っていこうっていう女性だったりすると、まあ自分の世界にねこう男性側の世界に乗っかってこようと来たりするから、いやちょっと待ってくれと、俺は俺の世界だからちょっとこっち壊さないでくんないかな、ちょっとそれやめてくんないかなっていうことに、まあ、なってしまいがちでね、そこで関係がぐしゃって壊れてしまいがちだったりするんだが、まあお互いある程度さ、まあご年齢もね重ねた者同士であったりすると、まあお互い自分のペースがあったりするから、それは崩さんようにしとこうよと。まあ、あんたはあんたの世界があってね、それはそれで大事にしとき。私は私でね、自分の世界があったりするから、こっちはこっちで大事にすっからさっていうような、まあ、そういうある程度の適度な距離感をね、取り合うことが、まあ、できるというか、まあ、男性とすれば自分の世界を脅かされないというか、自分のルーティーンを壊されないぞっていうような、まあ、そういう安心感もあったりするんでね、まあ、そういう人っていうのは、まあ、男性から見た時にすごくお付き合いしやすいし、まあ、だからこそね関係を長続きできる人なのかなっていうふうに思うので、まあ、好きになりやすいというか、まあ、惚れやすいというふうに、まあ、思っていただいてもいいと思います。まあ、男性の、ね、特性というか、そういう、まあ、ルーティンをね大事にするような男の習慣みたいな話はね、こういうお話の中でご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てるんで、まあ、この辺りの動画をご覧になっていただきながら、まあ、お互いね自分の世界が大事にし合いそうだぞ、まあ、だからねやっぱりそこそこいい年の女性はいいよねっていうふうに、みんな思うし俺も思うという、そういうお話でした。さあそして、5番目はこちらですね。はい、違う経験からの、ね、刺激が得られるという話、まあ、これは女性にとってもそうだと思うんですけど、やっぱり今までと違う世界で生きてきた人、それなりに、ね、人生経験を積んできた人、自分の持っていないものを持っているわけじゃないですか。自分がしてきていない経験を持っているわけですよね。だからこそ考え方も違うし、まあ、さっきも言ったように世界も違う、そういう人と関わっているから自分自身の知見が広がっていくし、
洞察が深まっていくことができるわけですよね。それは違う世界の人だからこそ一緒に関わっていくことで自分自身の成長にもつながっていくわけじゃないですか。だから男性とすればね、まだまだ何にも知らない若い人、まあそれはそれでね、自分色に染めたるわみたいな、まあそういう支配欲求ものがみたいなものが満たされることがあるかもしれないけど、それ以上にやっぱり自分の世界をしっかり持って自分なりに生きてこられた人の中にある経験とかね、考え方とかそういったところから得られる刺激の方がはるかに重要だったりとか価値があったりするんですよね。まあ、だからこそ、まあ、1番目にも言ったように、ね、落ち着いた対話ができて、その対話の中から学びがあったり自分自身の気づきがあったり、それが成長につながることができる。だから彼女と一緒にいると俺ってすごく成長できるよな、彼女と一緒にいるといろんな問題解決していくし、そのためのヒントが見つかっていくよね、まあ、それこそ本当に運が良くなっていくような感じがするよとさえね、思うようになる。だから手放したくないし、だからずっと一緒にいたいと思うようになるんです。まあ、こんなお話ね差し上げました。こちらに画像が出ていまして、こちらにリンクも出てるんでね、まあ、この辺りの話もちょっと参考にしていただきながら、まあ、お互いのね経験がそれぞれ違うからこそ、そして積み上げてきたものがあるからこそ刺激になる。その刺激をね男性としてはすごく魅力的に感じるし、そんなあなたのことが好きというお話になっていくということでした。さあ、そして6番目はこちらです。はい、経済的な、ね、負担が少ないであろうということが予測できるということですよね。まあ、それなりの、ね、ご年齢を重ねてきていれば、まあ、お仕事もそれなりにしてきているでしょうし、まあ、収入が、ね、高いとか低いということではなくて、少なくとも、まあ、自分一人を食わせていくぐらいの力はおありの人なんだよね。まあ、少なくとも何かあった時、自分に何かあった時にも大概、まあ、なんとかやっていけそうだよねということが、まあ、分かったりするんでね、まあ、そこに関しての負担っていうのが、まあ、心配っていうのも、まあ、あまり考えなくていいよねっていうことが考えられる。まあ、男性がね、まあ、どれぐらい収入ある人なのかっていうことにもよるとは思うんですけど、でもさ、やっぱり今後ねお付き合いをしていく上で、まあ、どれぐらい自分がその経済的な負担があるのかなってことを考えるじゃないですか。ましてやね、お付き合いをしました、結婚しました、その後自分死んじゃいましたっていう時に彼女その後大丈夫かなとかね、そういうこともいろいろ考えたりするわけですよね、男は男でね。まあ、そうなった時に、まあ、どうなのかな、あ、彼女は大丈夫そうか、一人でも生きていけそうだよね。そして、まあ、合算すればねもっと余裕が出るんでしょうけど、まあ、万が一ね財布を別にしたところでも、まあ、ちゃんと彼女はやっていけそうだし、まあ、そういう意味で自分の負担ばかり大きくなって、なんかねこう一緒になったら逆に苦しくなってしまうっていうようなこともなくて良さげだっていうことは、まあ、大概ねやっぱりさっきも申し上げたように、お互いのご年齢がある程度、まあ、近かったりとか、まあ、上に行っていて、なおかつそれなりにねやっぱりこう仕事であるとか、まあ、社会的な立場とか経験に基づいて、まあ、こんぐらいは稼いでいけそうだよねということが見えるからこそ、お付き合いすることに対してねためらいがないというか迷いがないというか、安心して好きになれるというふうに、まあ、男の人は考えたりするよねっていう、そんなお話です。さあ、そして最後、7番目はこちらですね。はい、未来予測がね、まあ、大体できるよねって話ですよね。まあ、お互いいい年だったりするから、まあ、こっから先はさ、よっぽどね、何かない限り大きな変動ってないよねということが、まあ、なんとなくわかるじゃないですか。いや、もうそうは言ったって事件事故は起こったりもするし、天変地異も起こったりするからね、人生なんかどっかでコロッて一変しちゃうことはそれはあるんだけど、そういう特殊な事情は置いておいて、まあ、今の延長でいけば大概こういうことになりそうだよねということが、まあ、大概わかるじゃないですか。まあ、さっきも言ったようにお互いねそこそこいい年でいい、それなりに仕事もしてきて経験も積んでくると、まあ、大体20年後30年後2人でいけば大体こういう風になっていくよねということが、まあ、想定されやすい。これがね本当にね、さっきの話じゃないけどさ、真っ白いキャンパスのまだまだ若い女の子だったりすると、ちょっと彼女がどうなっていくか分かんないし、それに合わせて俺もどうなっていくか分かんないなっていうことがあったりするから、まあ、やや不安や心配になる。それよりもある程度ねもう経験があって、まあ、大体20年後30年後って言っても大体これぐらいだよね、まあ、事件事故ね、天変地異等がなければ、まあ、大概こういう形でうまくいけそうだよねっていうことが、まあ、想定しやすいんでね、まあ、だから、まあ、いらん不安や心配なくね、あ、じゃあこの人いいよねっていうふうに、まあ、思ってお付き合いすることができる。安心してね、一緒にいられる、未来について考えることができる。だからアラフォー世代以上の女性っていいなっていうふうに、まあ、思ってね、男性はそっち側に走っていくと、まあ、そんなお話でした。ということで全7項目ご紹介をさせていただきました。まあ、もちろんこの限りじゃないんですけど、まあ、今時はねもう本当に年齢関係なくというよりは、むしろちょっとねご年齢いかれてる人の方が、まあ、恋愛対象としてね、まあ、男性も考えやすかったりとか、あんまりねこう落ち着きのない恋愛というよりは、
まあ、お互いにね未来を見据えて心を落ち着けてお付き合いをしていきたいなというふうに考える男性の方が少なくなかったりするので、まあ、そういう意味ではね、まあ、30も半ばを過ぎて40、50、60、70、80、90、100、120ぐらいまでのね、女性は全然まだまだ勝負できると、まあ、いうことなので、まあ、そういうご年齢にねもしあなたがあるならばまだまだ全然自信を持って勝負していければいいんじゃないかなと思います。もちろんねまだその年齢に達していない方はモテ期はまだまだこれからだというね、未来に対する期待感を持っていただきながら、まあ、男性と関わっていただくといいのじゃないでしょうかということで、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。